住友吉左衛門は、住友財閥の創業家、住友家が三代目から、代々、襲名した名前、名乗り始めた三代目以降、十四代目と、東大以外は名前に、友の字を持つ者が襲名している。住友友信,信法営三年八月十七日は、住友屋三代当主で、住友二代目、優位の五男。友信の代から、住友家の当主は、代々、 吉左衛門を襲名するようになった。友信は、岡山県の吉岡銅山や秋田県の兄銅山、などの経営に乗り出し、幕府御用の銅山師となって、日本一の銅工業者へと発展させた。住友友義よ法4年12月26日は、住友家四大当主で友信のの子、住友財閥の大躍進のもととなったのは、 友義が元禄四年に開発した愛媛県の別子銅山によってである。この別子銅山は昭和四十八年に閉山されるまで282年間にわたり銅を産出し続け、住友のドル箱となった。その功績を称えた住友家では、この友義を中高の祖としている。住友友正は住友屋五代当主。住友行は住友屋六代当主。 住友友助は、住友家七代当主。住友友丹は住友家八代当主。住友友聞は住友家九代当主。岡村家より、養子に入った。住友友美は住友1十代当主。住友友君源氏元年は住友家十一代当主。住友友近明治二十三年は住友家十二代当主。十一代友君の弟。 住友友忠明治23年11月30日は住友屋13代当主。12代の長子にて、旧姓、彦根中学校に進学。明治21年に家督を譲られるも、明治23年11月30日、長地府府により、学習院在学中に死去。住友徳は住友屋14代当主。友親の妻、友忠の母。 十三代友忠が溶接したため、一時的に、住友家の家督を継いだ。大正全国富豪番付で、西日本一位だった十五代目の住友吉左衛門。住友友糸大正十五年三月二日は、住友や十五代当主、徳大寺金糸の子で、兄に、徳大寺佐熱維や西恩寺金持ち、弟に、末広武志マロらがいた。署名は高マロ、友いとは、野村徳七。 小林十三と並ぶ大茶人であり、増田隆、段拓真、原富太郎、根塚一郎に匹敵する風流人であった。豪は、春緑、1895年に住友銀行を創設、住友や茶臼山本邸を大阪市に寄付し、大阪市立美術館となる。また、大阪府立中野島図書館の建物と図書基金を寄付したほか、 京都法制学校にも財政的援助を行った。明治44年8月、男尺を授けられる。住友友成2月20日平成5年6月14日は住友や16代当主、荒木派の歌人でもあり、斉藤無吉、川田淳とも交流があった。友成の歌人としての名は、泉幸吉である。歌集に、もみこ立ちがある。 住友吉尾9月3日台は住友屋17代、当主、住友金属工業議官、友成の意にあたる、ありがとうございます。